イエース不動産の入門こと沢茂美ですさて今日はこの購入編の購入後のバリューアップっていうところについてシェアしていきたいんですけれどもえっ、ー、とまあ話がねあちこち飛んだりしているような印象を受けると思うんですけど私今までいろんな方にお話をしてきましたこの話をですねそれでこの順番で話していくと結構理解が進むなーっていうこの順番をですねいろいろ考えて あの話の次はちょっと話飛んでるんだけど、まずこの話をしないと先が見えないとかですね、あの一個一個順番に聞いていってるだけだとね、わけわかんなくなってしまう、むしろこうそうしたらどうなるのか、この先、満室になるのかとかですね、そういうのが聞きたいという、その聞きたい順番があるんですよ。その順番で今回の動画、並べてますんでね、今日はそういう観点からここで、このどう購入後のバリューアップ、どうやって満室にしていくのかっていうところで、一番分かりやすいところをちょっとシェアしたいと思います。 まあ見てください、これ、ね。1から9までありますけれども、もう結論はこうです。家賃は下げるのではなく、魅力ある物件にして家賃を上げるってことですね。だから、あのまあ、不動産に限らず、商売やってる方は、ね、一番ご存じだと思いますけれども、ね、売り上げを10%上げるのがいいんですかそれとも固定費を10%下げるのがいいんですか流動費を10%下げるのがいいんですかそれとも顧客を10%上げるのがいいんですかどれが一番利益につながると思いますか でこれあの商売やってる方だったらすぐ分かりますけどね、これ、間違いなく自分で計算してみてください。ね、同じ10%ずつ上げるんだったら、これ、家賃、まあ、あの売上げですね、売上あの単価、単価を上げる、これ、単価がこう不動産の場合、家賃ですね、単価を上げるのが一番利益につながるんです、これ、実際に計算してみてください。あのね、経費とか10%下げようがあの、うんと、お客さんを10%上げようが、まあ、部屋数10%増えませんけどね。 あのー、単価を上げるのが一番利益につながるんです。なのに、にもかかわらず皆さん、一番多く不動産オーナーでやられているのはなんですかそうです、満室にしたいから家賃を下げるってことなんですね。家賃を下げたら、損益分岐点がどんどん上がってきますね。1出室中、8部屋で損益分岐点どっこいどっこいだと家賃を下げたら、ね、9部屋とかになっちゃうんです。つまり9部屋10部屋中9部屋お客さんが入ってないとそのーローンが払えない。 つまり損益分岐点が、ね、高いところに来ちゃうともう厳しいわけですね。損益分岐点を例えば10部屋中2部屋とか3部屋とかも低いところに持っていくためには、これはあのもちろん一番効くのは安く買うということですよ。それで次に効くのが家賃を高くするということなんです。よく考えてください。重要なことを言いますよ。満室になったということは、どういうことですかね嬉しいなーって、まあ嬉しいんですけど、満室になったってことは、それは家賃が安かったってことなんです。そうですよね。 はい、満室になったってことはもっと家賃1000円とか2000円とか上げていくで、その基準で他の部屋もどんどんあの上がっていく、だってその部屋はでその物件はその賃料でも満室なんだからってことで、他の仲介業者さんがその物件を、ね、あそこ満室なんだからいいに違いないってって、あの空いたら来ますよねで、それで実際に来たらやっぱりいい部屋だったと、設備もすごい、で設備がすごい、ここに書いてある9つ、これはですね、えーっとまあ、そうですね、すべて あのあのインターネットの例えば、アットホームとかホームズとかあのその不動産検索サイトで出てくるチェックのものですね。でそれを上から順番に重要なものから何が重要か、これ、満室になりやすい、その割に費用対効果が低いっていうものが重要なんです。つまり、ね、1つの家賃5万円の部屋に1000万円つぎ込んですごい内装をねあのシステムキッチン入れました、すごいんです、ここって言っても。 1000万円突っ込んで、たとえ常に満室の部屋ができたとしても、家賃5万円だったら回収できませんよね、まあ、ずっと何十年も経てば回収できるかもしれないですけど、要は何年かかって回収するんですか、その投資って話なんです。なので、えっとまあ、グレードをね、アップすればそれはいいんですけれども、住んでる人も幸せなんですけれども、えっと、どれだけ投資をして、まあ、満室になるか。 お客さんが入居したってことは、その地域でその物件がすごい気に入ったってことですね。つまり、同じスペックの、えー、同じ賃料の中で一番良かったってことを意味してるってことなんです。まあ、もちろんあの、好き嫌いとか間取りとかあの壁紙がいいとかね、あの駅から近いとか、ここに住みたかったとか、そういういろんな要素あるんですよ。あるんですけれども、選ばれたってことは、そこに価値を提供したってこと。つまり、いっぱいお金を投じなくても選ばれる部屋にしたいわけですよね。 これがまあ投資ってことです。だからほ,ほとんど無料というか。ただやるだけであの例えば。 えー、宅配ボックス。宅配ボックスなんて1万円くらいですよ、まあ。ごっつい箱を買ってきてもあの、宅配ボックス用のやつ、アマゾンであります。まあ、1万3000円とかね。まあ、安いとき8000円とかでこう箱を買ってきて、それをチェーンでくくりつけて、玄関の前に置いたら、もうこれが宅配ボックスになりますよね。で宅配ボックス、1回買ったら、それずーっとも二2年か3年間くらい使えるわけですよ。ということは、それが2年、3年の投資の中で、この。 消費されていきますので、まあ、要は月々あたりの支出っていうのは、もうほぼゼロになりますよね。こういうものをワンショットの投資っていうこと。 なりますつまり宅配ボックスを置くっていうのはワンショット最初に、えー、経費を例えば1万円とか1万3000円とかつくことによってその部屋用のこう宅配ボックスが設置されるわけですよね。そうしたらその物件の案内のところに宅配ボックスありってなるわけですよ。で皆さんは宅配ボックスあるのかなとか w i f i 無料かなとか防犯カメラあるかなとかそういうので検索してやってくるわけですでこの物件空いてますかって言ってその近辺の 不動産業者に訪ねてくるわけですね。そしたら不動産業者は、あのー、そこで制約すれば自分に紹介、仲介、手数料が入りますので、それで商売になりますので、あのー、決まるところに案内したいわけですね。決まらないところに案内したくないんですよ。何回何回連れてっても、ね、そこに決まらなかったら無駄足になりますので、不動産業者は基本的に決まらない物件、つまり入居者がここにしますと言わない物件に連れていきません。ということは、 連れてったら、あ、ここにしますっていう物件を準備してないといけないんですね。だって、周りの不動産業者があそこの物件連れてっても全然、全然決まんねえよ。もうこれから連れてくのやめようってなるべますよね。じゃなくて、もう一回連れてったら、おここにしますっていうような物件だったら、みんな、あじゃあ、とりあえずあそこに連れて行こうかってなるわけです。そしたら半年ですぐに満室になりますよ。これ半年で満室になります。ちゃんと地域のね、あの選ばれる物件になれば。で、それが地方だと、 比較的簡単なんです。なぜならば、ここに書いてあるような装備っていうのがほとんどないからです。まあ、試しにあの、ね、あのホームズとかで検索してみてください。Wi-Fi 無料。Wi-Fi って、ね、あのインターネットって書いてあることもあるので、まあ、無料って入れたら大体 Wi-Fi とかあのインターネットのことです。無料って言った瞬間に、それまであのなんか500個くらい表示されていた物件がパーンと2、3個になります。 w i f i だけだと2、3個ってことも、ね、あの主要駅の周りはないですけれども、まあ、ちょっと駅から離れたところとか、ちょっとさびれたあの、まあ、東京から電車で1時間くらいとか、ね、1時間半も行かなくてもいいですよ、そのくらい、まあ、40分でもなります、40分のところくらいでも、まあ、あのそういう地域であれば、w i f i 無料、まあ、無料って入れただけバーンと、で2、3個になるんですで。その上で宅配ボックスって、まあ、宅配って検索してください。宅配入れたらバワーって思うとさらにもう1軒くらいになるんですね。 ということはあの、高いボックスと無料 w i f i が入っている物件だったら、もういきなり、ね、みんな、高いボックスのある家に住みたいですよね。ねない家に住みたいですか、ね、w i f i 無料のところに住みたくないですか住みたいですかそうですね、もう答えは決まってるんです。それに5万円くらいの家賃の方、ね、これ20万円の家賃の人は違いますよ。5万円くらいの家賃の方っていうのは、ね、w i f i で4000円とか、ね、5000円とか月々払うのが大変ですよね。 そういう方には同じ値段、別に同じじゃなくてもいいんです、その分高くてもいいんです。ね、お同じだったら、絶対 w i f i 無料のところに入りたいですし、高いボックスがあるところに入りたいですし、これ、家賃ってね、本人が払ってない場合が多いんですよ。会社が払ってたり、まあ、親が払ってたりするわけです。そしたら、ねあのえ、親が家賃払って、w i f i 料金を自分が払うって嫌なので、w i f i 無料のところに住みたいって言いますよね。で、地方は w i f i 無料とかほとんどないんですよ。 ということが選ばれる物件をあなたが作ったということになるんです。これ上の2つだけでもそうですね。あとはね、まあ、じゃあもう、ここに書いてあるのをやってください。まあ、ほとんどね、あの費用対効果がいいので、上から順番にやっていってください。上から順番に費用対効果がいいので。ね、Wi-Fi 無料、ね。家にルーターが置いて、これは、ね、あの自分で設置すると大変ですし、あのあの自分で設置すると、あのね、のつながるやせんっていう電話が一時かかってきたら大変ですよね。これは業者にお願いしてください。で、これがあワンルームとかだと1個の えーまあ、ルーターをこう、まあ、光回線とか取るとね、まあ、2万円とかなったりしますけれども、まあ、1個の回線年、ね、間4、5千円取られたりします。まあ、1部屋4、5千円かけてたら大変ですよね、結構で。しかもこれはワンショットじゃないです。継続的に毎月毎月料金がかかるものですよね、こうインターネットとか光回線とか。でそういうのはあの結構お値段にはこだわってください。ちなみに私の場合は、えー、20部屋とか、まあ、そういう一つの束、塊。 に対して、y、あの光回線1本引いてそれを分配するんですね。そうすると光回線1本の利値段でそのルーターはそれあの最初に買うのでワンショットなのであのいいんですよ。だから月々かかるその光回線2万円で、まあねまあ、私の場合はそこにあの無料の,あの防犯カメラとかもつけちゃったりするんですけど、防犯カメラ1個でもあれば防犯カメラあり物件になりますからね。 で防犯カメラなんかね、いるのかって思う人、多いと思うんですけど、ね、選んでるのは誰ですかそうなんです、本人じゃないんです、親御さんがこの物件とかって選んでるんですね。そうすると、まず最初に防犯カメラ、防犯って入れたりするんです。ね、鬼のキーワード3つ、これです、無料、宅配、防犯、ね、これを入れて、ね、自分の物件、ね、大体ね、それを入れると自分の物件だけになります、その地域で。 そうすると、もうね、大体そこに入ってきます。だってね、この3つ、ない物件とある物件、どっちに住みたいですか、あなた。そうなんですよ。これ、あればいいんです。で、そのある、あるのに対した投資がかからないんです。これがね、システムキッチンとか入れたら大変ですよ。あの1部屋に過ぎてね、100万円で、これをまあ3年とかで割ると相当な投資ですよね。 なので、これらをつけてください。だから2万,2万5千円くらいね、私がやってる業者だとかと、関東1円2万5千円で、こういう w i f i 無料で、あのー、カメラがついてきます、無料で、まああの。これはキャンペーンの時とかだと、ね、無料で。で、2、3個ちょっとカメ防犯カメラを増やすと、またその分、あの固定費、あのー、月々の料金上がりますよ、上がりますけれども、まあ、ほぼただみたいなもんです。何より安心ですよね。で さらにそこからすごいのは漫画雑誌読み放題。どうですか漫画雑誌読み放題の部屋と、ただインターネット使い放題の部屋だったらどっちがいいですかそうですよねで。特にその5万円とか6万円とかの家賃に住んでる方は、特に。 ね、雑誌読み放題とかそういうものに対してのこう価値が高いわけですよ。で、部屋に行ったらパンフレットが置いてある。これまあパンフレット置いといてください。この部屋は、えーねあのー、漫画雑誌読み放題ですと。読み放題って言ってもすべてのじゃないですよ。その会社が提携している雑誌の会社とかそういうののやつは読み放題。でもまあ読み放題には変わりないですからね。漫画雑誌読み放題って 書いて宣伝していただいて問題ありませんで。そうしたらね、うわ、この部屋、何、漫画雑誌読み放題なのえ、つなげたらこれ読,読めんのすごいねって、ここにしたいねってなるじゃないですか。これ、ものすごい強力なんです。じゃあ、いくらかかるんですかいくら。ね、これはあの業者によって違いますけれども、私がお付き合いしているところは、100円です。1部屋100円。1部屋100円の投資で漫画雑誌読み放題なんですよ。ね、ほとんど、まあ、ただみたいなもんですよね。 でまあ、もちろんそれ基本料金に上乗せされて1部屋100円ずつなので、まあ、20部屋あったら2000円くらいですよね。まあ、そのへの投資でこう漫画雑誌読み放題、しかもこれあの、この会社、家で接続するじゃないですか。でその接続したまま、その w i f i じゃないところで電車の中で見てもその漫画雑誌が読み放題なんですよ。ただね、あの定期的に家の w i f i から繋ながらな,ないとあのダメなんですけども、どうですか、これでね、もうあの通勤。 通学の最中、漫画雑誌読み放題の携帯でね遊んでる人多いですけれども、まあ、私なんかね、そういうのは時間の無駄なので、帰ってねもったいないなと思うんですけど、多くの人はそれに価値があると思ってますんで、もうそういうのをつけてください。ね、そして、高い牧さんも言うに及びませんよね。だってもう休日じゃないと あの、宅配便が受け取れないってね、そういうとこ住みたいですかじゃあ、地方はほとんど宅配ボックスありません。都心はほとんど宅配ボックスがあります。ね、都心の人は宅配ボックスは欲しいけど、地方の人欲しくないんですか地方の人も欲しいんですつけてあげてください。で、最初に1万円とかやるだけなんで、ほぼ無料です。あの、月額、月、月で割っていくとね、あの、数百円なんで、もうだんだん薄まってってね、0円になりますので、もう最初にワンショットのやつはどんどんつけてください。で、テレビ付きインターホンねー。 ピンポンってやって、誰かなと思ってね、あの怖くて開けられないなんていう人もいるじゃないですか、それがね、ピンポンってやった瞬間に部屋の中で見られるんですよ、おイルス使おうとかですね、いいじゃないですか、イルス使ったって、でそれが、あの、録画されていてですね、あの中に溜まっていくわけですから、こう防犯対策になりますよね、安全ですよね、じゃあ、このテレビ付きインターホーンの投資、いくらなんですか、ワンショットで1万3000円です、ね、どっかのホームセンター行って買ってください、でドライバーがあれば誰でも付けられます。 しかもそれ電池式なんで電池がなくなったら、ね、入居者さんがか自分で買えればいいんです。ですにもかかわらずあのレインズじゃなくてあのホームズとかね、アットホームとかあそこにテレビモニター付きインターホンっていう風なチェックマークにチェックがつくわけですよね。ここれれでで安心ですよねでさらにこれ お風呂、追い炊き、追、ね、い炊きじゃない物件って結構地方に多いんですよ。どう,どうですか、ね、お風呂、追い炊きがなかった途中で冷たくなってきて、上がるからなんて、最近は、ね、お風呂で2、3時間過ごしている方もいらっしゃいますので,で、こういった時にね、いや、でもこれ、相当高いでしょ、投資があって。でそれ、普通の人、そう思いますよね。ただ、ある条件を整うと、紹介料をもらって、例えば、紹介料100万円をもらって、今ある追い炊き機能なしのプロパンガスが、追い炊き機能付きのプロパンガスに変わるんですね。 これすすごくないでが、これで、まあね、条件によるんで、まあ、でも大体できます。ただ、プロパンじゃないとできないですね。プロパンガスっていうのは、その契約してる会社が前の会社と自分の会社が違ったりするわけです。だから自分が新しいオーナーになりましたって言って、プロパンガス、ね、あの交換する。 ところにこう新しいところにね見積もり出すと、いや、オーナー様、素晴らしいですあの。ぜひ私たちに交換させてくださいってってねあの、なんとかガスがこうなんとかガスに切り替わるときの紹介料をオーナーがいただくんです。でそれはあの規模にもよりますしね、その単価がいくらなのかとか、その前のおやつがいくらだったのかとか、前のローンの残債がいくらなのかとか、それねあの、交渉によっていくらでもなります。最高にいい場合は、その前の、えー、プロパンガスの会社との 契約をいつまでやるっていうのが大体決まってるんですけど、まあ、それもう過ぎちゃってる場合もありますけどね、そういうところに対して、えー、その、まあ、医薬金が発生する場合があるんですね、プロパンガースの会社を切り替える、ね、何年やるって言ったように、何年経ってないのに切り替わっちゃったね、医薬金払ってくださいみたいな、まあ、それもなしにして、それの医薬金を新しい会社が払ってくれた上に、紹介料として、あのいくらかあの、その規模にもよりますけどね、そのいくらか払う。 ように交渉してもらっでその上、まあ、プロパンガスの会社が変わって、まあ、業者が変わってその一個一個の機械あの機械はあのプ,ロパンガイプロパンガス会社の持ち物なんですねでそれをまあ買い取ったりあの持ち物のままやったりしているいろんなパターンがあるんですけれどもそれを逐次こう変えてってもらって追い出き機能付きのやつにしてくれるしかもその工事も会社持ちプロパン会社持ちなんていうのができます。 これただねあのその、他にその地域にその2社以上プロパンガス会社がないとかね、いろんなことがあって、あのできないこともあります。100%私ができるっていうのを保証するものではありませんが、プロパンガスっていうのはそういう魅力もあるわけですね。で、プロパンガスっていうのはやっぱりガスを運んでこなきゃいけないから、その都市ガスに対してこう入居者が支払うその負担金っていうのは高いわけですよ。で、その… いくら払ってて、どのくらい何部屋あって、この地域のガスの平均使用量は何リッター、何流米だから、どのくらい利益が出るからっていうのをプロパンガス会社がですね計算して、それでできるとかできないとかですね、そういうあの交渉になりますので、そこは新しいそのプロパンガスの会社の方と調整したりね、交渉したりしなきゃいけないわけですけれども、そういうことができるんですと、つまり追い出きじゃないところでも追い出きにできちゃうんですね。 でまあ、すでに追いだきのところは、ちょっとね、変えたり変えなかったりしてもいいですけど、でもこれはあくまでも必ずやらなきゃいけないというよりも、まあ、おまけみたいなもんです、ね。物件の価値をさらに高めたりあの、実際自分が買った後に交渉したり、ですね買う前に交渉するというパターンもあるかもしれませんけれども、まあ、おまけみたいなもんです。まあ、でも、入居者さんから見たら、ですねこの追いだき機能っていうのを結構見てるところが多いんですよね。追いだきなのかな、あ,あ追いだきじゃねえからやめたみたいな。 だってね、入ってる間にぬるくなってきちゃうわけですからね。で、おいだきっていうのはちょっとその専用のちょっと複雑な設備がないとおいだきできないので、こう熱いお湯を入れて最初暑いんだけど、なんなんぬるくなった部屋に入ってる人が多いんです、地方では。そこにおいだき機能があると嬉しいですよね。価値を提供できます。そして防犯カメラ。ね、誰ですかお金払ってるのはそうなんです。親御さんががその家賃を払ってる場合が あるんですね、親大切に子供育てた子どもがこの地方に行ってそこで就職しなきゃいけないその時にこうアパートを借りなきゃいけないじゃあどこがいいのかこう防犯カメラ欲しいですねで実際あの防犯カメラはあのそのインターネット無料のやつつけると無料だったりします、まあ、それはあのそのキャンペーン機関とかいろいろあるのでご了承してくださいそれで、えー、その澤さんそのどの会社使ってるんですかっていう方はあの、ね、お問い合わせしてくださいこうどっかお問い合わせホームをつ 作ったりしてると思いますので、そこから会社ちょっと紹介していただけませんかみたいなのがあれば、あのこのサイト見ていただいている方であればですね、あの喜んであのお伝えいたします。で、防犯カメラもそれでつけちゃう、まあ、自分でね、システムを作って、まあ、7万円とかで防犯カメラあの10個セットとかって売ってる場合がありますので、それをつけて自分でサーバーをやってもいいんですけど、そしたらですね、それを そのサーバーを置くための専用の雨に濡れない小屋を作ったり、電源を供給したりしなきゃいけないので、まあまあめんどくさいんですけど、まあ、私はそれで、ね、作ってみたパターンもありますので、まあ、そういう知見ももし欲しいのであれば、あのまあ、どっかの動画にまあ公開している、公開今後するかもしれないので、まあ、そちらを見てください,、はい。防犯カメラあった方がいいですか、ない方がいいですか、そうです、あった方がいいんです。そして、防犯カメラで検索してくる人がいるんです。 そして、まあ、オートロックって書きましたけどね、カードキー、まあ。敷地が全部こう囲われてて、そこの敷地内に入るには、このオートロック入らないといけませんよなんていう、ちょっとねセキュリティの高い物件もありますけども、それに越したことはないんですけれども、大体地方の物件っていうのは、ね、そのままあの物件がのざらしてこう、そびえてるっていう感じなので、ただ各部屋がね、あの大体こうやってガシャッって回す鍵になってるじゃないですか、あれをカードキーにするっていうのも一案です。でカードキー。これ、あの業者に頼めば、 まあちょっと高いですけどね、あの全部やってくれますし、まあ、自分でもできないことないです。私もある物件なんかはね、あの全部入居者が新しくなるために、そこに、ね、ドリルで穴開けて、カードキーつけて、まあ、結構テクニックいりますけどね、あのやってことがありますので、これ、カードキーにすると何がいいかというと、あのピピッてやるだけで開くし、そのパスワードで開けられるんですね。で、パスワードで開けられると何がいいか、退居者が出たときに、まあ、その管理する、ね、不動産会社にこう共通のパスワードを まあ言っといて、その,そのパスワード、まあ、もちろんん入入居者がるると買えるんですよそのパスワードを入れると、まあ、誰でも入れますよ。こうすると何がいいかというとこれ不動産業,者に、ね、業界に詳しくない人は、ね、何がいいのかよく分からないかもしれないですけど、結局内見をしてもらうときに面倒くさい、あそこの物件内見するの面倒くさいんだよなっていう物件って連れていかなくなっちゃうんですよ。えどういうういこととかっていうと、まあ、あの要は はい、お客さん来ました。この物件紹介します。その物件を紹介するために何月何日に行きますので、鍵を何月何日に取りに行きますので、よろしくお願いします。その不動産会社まで鍵を取りに行って、よっしゃ、鍵を手に入れたって、じゃあ次、何月、そのどこどこで待ち合わせしたお客さんをそこにお連れして、はい、鍵を開けて、はい、じゃあ中を見ていただいて、は、はい、あ,あ、だめだったんですねあ。鍵閉めて、はい、で、またその鍵を返しに行って、これ、めんどくさくないですかめんどくさいんです。で不動産会社でこう紹介介してる仲介 人のね、あのー、方っていうのはまああのね、あのー、大変なんですよ一日に何回いろんなところをこう案内してもらってそれでそれに鍵の受け渡しが発生するとすごい大変なんですねでそういう大変なところああそこめんどくせえとこだとめんどくせえところだからもういいや案内しねいあそこってなるわけです。 でもうそこがね共通の番号で何月何日内見しに行きます鍵はって聞いたらあそこ番号式で123456って打ち込んでくださいとそしたらあの業者用に開きますんであそうなんですかじゃあ123456って言っていきなり現地に行っていきなりねあのお客さんに見えないように123456って打ち込んだらガチャッと開くわけですよ、ね、これカードキーの、ね、便利なところでそうすると簡単なので、ね、一度知っちゃうともうねそのどんどん連れて 来てくれるわけですよだって、めんどくさくないから。業者もめんどくさいの嫌なんです。ね、よくあの鍵があのドアのとこにあにキーボックスで入ってる物件もありますけれども、でこれカードキーになるとその変更とか、あの鍵なくしちゃいましたとかっていうのも、ね、実は簡単なんですね。あのシリンダー取り替えてといか、大体鍵のシリンダー交換料2万円とかあの、ね、入ってますよね。まあ、そのくらいかかるわけでですよ実費で それがその番号を切り替えるだけでいいと。でしかもその、ね、電池も、あのー、その入居者さんが、ね、定期的に変えて。 やるっていう、まあ、そういう体制を整えれば楽なので、これカードキーはですね、めんどくさいですけれども、まあ、おすすめします。ただ、最初、初期投資そんなしたくないなっていうときはそんなに必要じゃないですけど、でも、オートロックってかっこよくないですか、ね、オートロック、ね、カードキーとかって書いてあると、お、なんかセキュリティ性が高そうだなっていうことで、またこれ選ばれる物件になっていくんですね。そして、エアコン。まあ、もうエアコンのついてない部屋なんていうのはね、選ばれませんからね、必ずつけてください。それでボロくてもいいです。動けばいいです。ね、動いて、最初、いいやつをしないと来ないかなってね、 あの内見しに来た時にねに、つけてみるパターンってほとんどないですから、ね、であんまりボロすぎるとつけるとすげえカビ臭い匂いがしてあ、この部屋やめようってなりますけれどもね、まあ、そこはあの清掃業者に清掃あの入居者が来る待ち受けの体制にするために必ず清掃っていうのを行います。その清掃の時に清掃業者がねです、ねまあ、大体そのエアコンも清掃してくれるので、まあ、大丈夫だと思うんですけど、よっぽど、ね、ボロくなって動かなくなってきたら、 入居者さんの方から管理会社の方に連絡が来ます。ちょっと動かないんですけどとか、全然冷えないんですけどとか、あったかくならないんですけど、そうしたら変えてください。でこれもですね、まあ、ノウハウなんですけども、えこっちで規定のものを、ねあのー、6万円とか7万円とか、最低価格のやつ入れると、ですね結構見ただけで最低価格っぽいなっていう形をしているので、なんかもう入居者さんもげんなりしちゃうんですね。でしかもあの業者側が が、こう日程を調整しなきゃいけないわけですよ。まあ、あの要はその日はダメなんですとか言って、あの入居者さんが好きな時にすぐ変えられないんですだって今暑いからね。クーラーつけたいって言って苦情というかね。こう言ってきてんのに、ちょっとあの1ヶ月先じゃないとあの入れ替えられません。何なんだこの物件はって思いますよね。だからこういうのがいいです。もうね。はっきり言ってね。ここはね23万円も。 関係ないので、まあまあ、その物件の、ね、部屋の大きさにもよりますけども、8万円とか、まあ、私の場合、10万円って言ってますけど、10万円以内で好きなエアコン、クーラーをご自由に取り付けてください。ねまあ、でその、そのレシートを管理会社に持っていっ,ってください、ね。渡してくださいと。そしたら、その、えー、っと実費が、あのー、支払われますということをやっています。 でこれはもうそういうふうにあの管理会社に言っとけばいいだけなので、であので10万円以内かと思うとね、一生懸命探してね、10万円以内のギリギリ税込み20万円くらいのやつを買ってくるんです。でもこれにはすごい効果があって、ね、自分の応援してる会社のエアコンつけたくないですか、代、ね、金が好きだとかね、三菱が好きだとかで、自分のお気に入りの機能がついてるところに、自分がこだわってる、そこに特化した機能のエアコンをつけたら、そこに長く住みたいと思いますよね。 そうですね自分で選んだやつ、ああなんか大家さん、太っ腹だな、10万円以内、自分の好きなエアコンつけていいんだっ,つって、自分で喜びさんで、自分の時間を使って、量販店に行って買って、でこれ、税込み10万円以内ですよねって確認しながら買って、そのね、自分で、えー、そのレシートを今度あの、業者に、業者じゃないあの、管理会社に持ってって、そこで実費をもらって、まあ、もちろんそれは管理会社にあのオーナーがあの家賃と相殺して払わなきゃいけないんですよ。 さすがにね、あの1年も経ってないのに、また申請してきたらね、あのちょっとそれはってあの言ってもらわないといけませんけれども、まあ、大体ね、5年くらいです。五、ま、年、あね、まあね、10年持つのはなかなかないですけど、まあ、10年、でも本当、我慢強い人は10年ものくらいのやつ、ずっと黙って使い続けてくれてますけれども、まあね、あの5年以上は持ちますね。まあ、10年くらいになって、うんって、ちょっと危機が悪いなみたいな感じになってきたのはね、あの変えてください。 そしてよで変え、自分で選んで変えてもらうことによって、ものすごい喜びます。いや、大家さん、すいいなって、ね、喜びさんでその部屋に愛着を持ってずっと住んでくれるので、エアコンはぜひね、あの必ず、まあ、ついてない部屋があったら、まあ、つけてお、まあ、安くていいです。つけてください。そして、室内洗濯機。最近、室外洗濯機ってあんまりないよって思うんですけど、これ、地方だと結構あるんですね。 で外から行くとベランダに洗濯機が置いてある、それが室外洗濯機です。で、あのそうすると排水設備とかをこう簡易にできるので、昔はよく流行ってたんですけど、さすがにね、室内洗濯機じゃないと最近はね、だめなんです。まあ、それはあのもう、これはあの物件買うときに選ばれても、その室外洗濯機のやつは後でね、部屋の中に洗濯機を置けば作るのは困難なので。 これはの物件を買うときになるべく室内洗濯機にした方がいいです。まあ、そうじゃないなかなか選んでもらえない。えー、室外洗濯機の部屋なんかやだよって、ね、なっちゃいますので、ただこれもマストではありません。費用対効果がいいのであれば、その物件の本来の価値に見合って安く買えるのであれば、あの別に室外洗濯機を選ばでもいいと思います。まあ、ただ、選ばれる物件ということでは室内洗濯機、そして、 ね、風呂、トイレ別、別、ね、これ、別じゃないところがあるのかよってねと、都会に住んでる人はそういうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、今でもありますけどねあの、ユニットバスルームとかねこう、要はお風呂の中にシャワーと洗面台とトイレが一つの部屋にこうガチャンとなってる、別にそれ悪いんじゃないんですよ、それでもいいんですけども、やっぱね、風呂、トイレ、別っていうキーワードで探してる人が多いですよっていうことなんです。 あのでもこれ、マストじゃないです、あの家賃がその5万円以下のところだと、トイレとお風呂と洗面所が、ね、一体化しているところは多いので、でトイレは分かれてても、洗面所とお風呂が一体化しているところもあります。まあ、そこはあの費用対効果で、ね、あの選んで、でもお風呂、トイレ別でチェックして探している人多いですよということで、これ、一応入ってますが、マストじゃありませんこれ1から9まで全部マストじゃないですけど、上から順番に費用対効果のいい投資ということで、えー、考慮するといい。 でこれをやるととににななりまますすってきます、まあ、これだけじゃね、やっぱダメなのかもしれないですけど、満室になるのは結局、検索されて、ここをちょっと見てみたいんですけどって入居者、入居希望者がその不動産業者に言うってことなんですよね。あこんな感じですか、だったらもっといい物件がありますよって言って、自分の物件が紹介されるようになる。 ああこのお客さんは w i f i 無料で宅配ボックスがついててこのくらいの部屋の大きさでこのエリアで探してるんだっていうのがその不動産業者に伝わるわけですね。でそしたらその不動産業者は頭の中でビビビって自分のコンピューターで計算してあこの条件に合うのはあの物件だって言ってあなたの物件が思い浮かべられればいいわけですよ。そうですよねなのでこの辺のスペックをつけてしかもこれ上からね、うん、そうだな上から5番目くらいまでは、ね、ほとんども投資かかりません。 ね、これ、内装を変えると結構かかりますよ。あのーまあ、内装についてもね、あの後ほど言いますけれども、その壁紙とか床。壁紙と床だけです、変えるのは。もうあの天井がね、カビだらけだったらペンキ塗ってください、まあ。それをまた細かくね、他のところで言いますけれども、そういうのをやるとね、業者に頼めば、やっぱ1部屋ね、20万円か30万円しちゃうんですよ。まあ、自分でやればね、あの全部やっても3万円とかで済みますけどね、あの清掃は人に頼んだ方が安いです。リフォームは自分でやった方が安いです。まあ、これね、職人のそれ、 その職人じゃないとできないようなことっていうので、何人も職人を入れるわけですね。そうすると当然は高くなっていく。そしてそれを管理する元締めの親方みたいな人がいる。そうすると高くなっていく。まあ、一人はね、別に30万円でも安いですけどね、あの 5, 5、6、30、6か月で回収できますからね。で6か月以上住んでくれるんだったら30万円でその部屋の見栄え、中身を変えてみるす。ただこれね、やっちゃい,いけないとは言わないですけど、お風呂場と、 キッチンを交換すると相当なことになりますからね、これはあのよく考えてやってください。まあ、そこはもうはっきり言って、ボロボロ、ボロボロっていうかね、ある程度汚くても清掃でゴリゴリ削ってね、きれいにすればなんとかなるっていう、そういうレベルでもいいと思います。はい。それでは、あの今日はこれをね、費用対効果のいいスペックをつけることによって検索されやすくなります。ということは、そういう物件見,見たいっていう人が多いわけですね。それで周りにそういうい物件がない っていうので、そういう意味で費用対効果がいい、ね、ほとんどお金がかからないのに多くの人がやってきますよっていう、それぞれの、えー、かバリューアップについてご紹介いたしました。これをやることによって、まあ、半年で満室になります。だから私はガラガラの物件の方が好きです。ね、で都会だとみんなね、これ大体ついてますからね、あの都会でみんなついてるのに自分だけつけてなかったらお客さん入らないですからね、しかも都会はみんなつけてるから、これをつけたとしても最終的に みんんななななと同じになったら何しかか競争力ないですかそうなんですすそう家賃を下げること以外に競争力がなくなってしまうんですね。だから家賃が、ね、満室にしようと思うと下がっていくんです、都会の場合は。ね、厳しいですね。でも地方はブルーオーシャンなのかな。ね、そのあたりを、えー、この動画をどんどん見ていって勉強していってください。それでは今日もお疲れ様でした。イエス